りのものよ。玉枝姫、大きな災いが起きようとしています。よみがえ、魔王獣の頂点に立つ大魔王獣。はっ、いかなる武将も食い尽くす大魔王獣、まだ持つだ。ベリアルさん、光と闇の力お借りします。ゲームだけどオリジナルタイプにフュージョンアップ、カードで熱いバトルだ。ウルトラマンフュージョンファイト2弾デラックス、オーブリングと連動。うずくまっている怪獣は依然動きません。またいつ暴れ出すかわからない怪獣に怯え、東京から逃げ出す人が続出しています。まさに怪獣無法地帯。何やってんの新さん。何言って、新しく発明した生体反応分析器です。怪獣に触れなくてもバイタルや脳波がわかるんで。まずいな、使う前から壊れた。いや壊れてたらいいんですけど。どうしたの。バイタルも脳波も活性化してるんですよ。ということはいつ動き出してもおかしくない。ちょっと静かにして。ナタシ、もう大丈夫だ。大丈夫じゃないじゃない、やっぱり病院行こう。本当大丈夫だから、もう少し休ませてくれ。でもねえ、ナターシャって誰。どうしてその名前を。無意識の中で呼ぶだなんて、大事な人なんだね。
事な人だった。助けられなかった。俺を助けてくれたのに。俺はもういいよ、話さなくて。本当ごめん、余計なこと聞いて。何か食べられそう？そうだ、スープ作ろっか。盗み聞きする気はなかったんだけど。ママもう帰って、ここ危ないから。あなたは？私はここに残る。どうして？お願いだから一緒にパパのとこ帰ろう。もう無理やり結婚させようとしたりしないから。ねえママ、私が見る不思議な夢のことを覚えてる？あの巨人が出てくるっていう？うん、ここにはその夢の謎を解く鍵があるような気がするの。その謎に確かに近づいてる気がして。それにこんなに夢中になれること他にないの。だからお願い。玉由良姫だよ、玉由良姫を探そう。え？怪獣がもうすぐ目覚めます。オーブはもういないし、ビートル隊も歯が立たないだろうし。準備完了、行こう。あー、ちょっと待って。何待って。サーシングサーチピーポー出動。ママ、何してんの？あれ？間違ってた。いえ、バッチリです。じゃあ出動。はい、はい。ダメ、ママはここにいて。どうして？なんであなたがこんなに夢中になってるのか、ママも知りたいの。ナオミは外国についててあげなさい。オッケー。俺は大丈夫だから。おとなしく寝ててよ、絶対だからね。魔王獣は集まった。現れよ大魔王獣。そして圧倒的スケール、異次元からの使者、ギャラクトロン。ウルトラ怪獣デラックスシリーズ。お前に素敵なキャンペーンを教えてやろう。対象のウルトラ怪獣デラックスを買うと、かつてオーブを苦しめたマガゼットンが手に入る。このキャンペーンだけの限定品、しかもキラキラか。あまり時間はないぞ。玉由良姫、助けてください。出てきてくださいよ。ダメです、全く反応がありません。ここじゃないのかな。でもここじゃなきゃどこにいるっていうの？キャップ、またかよ。大丈夫？大丈夫。これ、玉由良姫の石碑の破片です。あ、ここにもある。集めて復元してみよう。はい、よし。気をつけてください。うん、ママ何してるの？何ってお花の種をまいてるのよ。お花？うん、この前ね、珍しいお花の種をね買ったの。すごく綺麗なお花が咲くのよ。でも今そんなことしてる場合じゃないでしょ。で君、お水持ってきて。え？入り口の公園に水道があったでしょ。さあダッシュ。はい、ジェット。よし。もうママいい加減にしてよ、こんなことするために来たんじゃないんだって。そんなにカリカリしないの。ほら、あなたも手伝って。はい。でも大地は命を待ってるのよ。え？どんなに破壊されても大地は諦めないの。いつだって新しい命を育てようって待ち構えてるのよ。やっぱりこの石、石碑から磁気反応が。
早く復元しよう。そしたらきっと玉井ら姫が復活してくれるはず。ですね、急ぎましょう。お待ちどうさまです。はい、ありがとう、はい、ジェッタ、そんなのいいから早くこっち来て。ねえ、これあげる。何これ、あげるって。探し物はこれですか。返せ。なんかお前かっこ悪いよ。お前ほんとかっこ悪いからさ、せめて自分の負けを認めて俺の勝ちを称えろよ。ふざけんな。負けるのと覚えてやつか。始まるね。なんでだよ、これで復活するんじゃなかったの。あっちが復活しちゃいましたよ。もう逃げましょう、こっちに向かってきます。でも玉井ら姫が最後の希望なんじゃないの。だけどママ、シン君たちと一緒に逃げて。ここにいちゃ危ない。やだ、怪獣こっちに来るの。行きましょう。じゃちょっと待ってね、今お水だけあげちゃうから。ちょっと、そんな悠長なこと。ウルトラマンオーブハリケーンスラッシュの最強武器、レバーを引いてチャージ、さらにチャージ、最強技を発動、デラックスオーブスラッガーランス。カードセットもカップ麺がウルトラマンに変形、変形、3秒変形、3分バトル、ウルトラヌードル新登場。玉枝姫、無事だったのか。これを私に来ました。この力がマガオロチを封印してくれていたのです。ゾフィーさんが守ってくれていたんですか。それからもう一枚、これはベディアル。光あるところ必ず闇があります。しかしその力はあまりにも強大、強すぎる力は災いをもたらすこともあります。ゾフィーさん、ゾフィー、メディアルさん、リアルさん、お願いします。その力が最後の望みです。頼みます、ベリアルさん。
姫！ガイ！キレッカーノ！その力を使いこなしなさい！Thank you.
俺を笑いに来たのか。かっこよかったよ、お前。全てを破壊し尽くすお前の姿、惚れ惚れしたな。俺は潔く負けを認める。楽しかっただろう。強大な力を手に入れて全てを破壊するの。そんなことは。言いこぶるな。所詮お前も俺と同類だ。楽しめ。握った手の中、愛が生まれる。何それ。ひいおばあちゃんの遺言なんだって。あなたも頑張んなさいよ。うん、あ、送ってく。いいの、一徹さんが送ってくれるから。じゃあね。じゃあね。ママに何言われたの？あ、うん、ありがとな、いろいろと。うん。ねえ、だからママに何言われたの？お待たせ。姉さんはいつも突然なんだから。もうどうかしました？このメロディー、え、なんか気持ちがざわざわするんだよ。あ、これね、ガイ君が吹いてるんですよ。うん、ガイ君が。帰ろ。え、すまないね、買い物付き合って。またですか？あ、失敗失敗。 OK。 そ、あ、ちゃ、今日のヒーローはこの人だ。ウルトラマンベリー。
ウルトラマンでありながら悪に落ちた男ベリアルさん、ゼロさんの宿敵として激闘を繰り広げたんだ。そして今日の怪獣はブラックキング、用心棒怪獣ブラックキング、どんなに攻撃しても応えないタフな怪獣だ。その腕力も侮れないぜ。次回も見てくれよな。マガオロチの脅威が去り、 SSP に訪れた束の間の平穏だが、彼らの戦いは終わらない。そんなにオフィスが散らかってたら、戦いの記録も仲間との思い出もみんな埋もれちまうぜ。次回ウルトラマンオーブ、心の大掃除、闇を照らして悪を討つ。